大理石、大理石、大理石、マーブルとは、石灰岩が、編成作用を受けてできた素粒の崩壊石からなる岩石のこと。それの石材としての故障。大理石は、古代より、建築材料や、彫刻の材料として使われている。石材や、建築材料。岩石学では、結晶質石灰岩と呼び、編成岩の一種と位置づけている。 岩石学での位置付け。英語では、マーブルマーブルというが、語源としては、もともと古代ギリシアでは古代ギリシア語で、マーマースマルマロス、イコール、輝く石と呼ばれており、そのギリシア語が古代ローマのラテン語で釈用され、マーマーとなり、ラテン語の一種の方言から生まれた古フランス語では、マーブラマルブルとなり、そのフランス語が中世の一時期、フランス西部のノルマンディに暮らし、 フランス語を話す、ノルマン人が、ノルマイコンクエストで英国に進出し支配したので、中世英語に移入され、マーブルマーブルとなった。一方、漢字表現の大理石の方は、かつての大理国、現在の中華人民共和国雲南省大理、ペイ族自治州大理市を中心とする地域でこれが産出されたことに由来する。石材として、大理石と呼ばれるものには、 岩石学上の大理石、結晶質石灰岩のほか、模様や色合いの美しい非変性の石灰岩、トラバーチン、層上の島状構造を持つ、化学沈殿結晶質石灰岩、小乳石、ケーブオニックスなどが含まれる。中でもイタリアとスカーナ州のカッラーラで産出する、カラーラビアンコ、ギリシャので産出される、白色大理石、ペンテリコン、トルコ産の白大理石などが、 特に有名。大理石でできた建造物は数多い。例えば古代ギリシアのパルテノン神殿などの神殿類、ローマのコロッセオ、インドのタージマハルなどがよく知られている。また、古代ギリシアでは大理石で様々な彫像が作られた。例えば有名なミロのビーナスやサモトラケのニテも大理石でできている。ヨーロッパでは大理石の彫像が 無数に作られてきた。例えば有名なところでは、ルネサンス期の彫刻家ミケランジェロも大理石から数多くの彫刻を制作した。大理石はその後も、ヨーロッパで建築物の外装、内装、例えば内壁材、床材、マントルピース、イコール暖炉の飾り枠、洗面台、等々、キッチンの調理用天板、小麦粉の銅、イコール生地、 パスタやパンの材料となるものをこねる場所、様々な家具や調度品、彫刻の材料、画家のパレットなどに使われ、またクラフトテーブル、ボタンにも使われてきた。最近ではオーディオボードやマウスパッドなどにも使われることがある。日本でも明治時代以降、洋風建築の建築材料として内装用に、しかも特に上等な仕上げ材として、 イタリア産大理石がよく使われるようになり、大正、昭和時代以降は、デパートや一般企業の美などでも、盛んに用いられるようになり、一般の住宅でも、洋風の住宅では、建築材料として用いることも増えている。近年は、価格の安いアジア産のものも使われている。大理石には、しばしば独特の模様や色ムラがあり、マーブル模様と呼ばれている。日本では、 福島県、岩手県、茨城県、埼玉県、静岡県、岐阜県、高知県、徳島県、山口県、福岡県などで産出される。多くは粉砕し、工業原料、炭酸カルシウムとして利用されているが、彫刻、工芸品やインテリア製品にも加工される。建築材料としても、利用可能な大理石もいくつかの地方で産出している。 大理石には産地ごとに様々な色彩や模様のものがある。以下、特徴的で有名なものを写真も用いて示す。模様の実際の大きさを理解するために、元のサイズも数字で示す。フランス語版でという記事があり、ルネサンス期以降に使われた各国の大理石、大理石産地がリスト化されている。以下、産地別に有名な石種を挙げる。これでは、 日本中心的記事になってしまうが、参考までに日本での思考事例も挙げる。大理石は多くの放解石で構成されるが、成分が炭酸カルシウムであるため、塩酸などの強酸と反応して二酸化炭素を放出する。塩酸が含まれる酸性洗剤を使ったり、誤ってこぼしたりすると光沢がなくなったり、痩せたりするので注意が必要。 人工大理石はアクリルやポリエステル等の樹脂に無機物を混ぜたもので、その他にセメントに大理石粒子を混ぜた人造大理石テラゾもある。一般に大理石と呼ばれているものを岩石学では結晶質石灰岩、結晶質石灰岩と呼ぶ。石灰岩がマグマの熱を受けて接触編成作用で再結晶したもので、編成岩の一種である。 主な構成鉱物は、崩壊石で、個々の結晶が肉眼で見える大きさになっていることも、多い。通常は、化石や相乗構造など、元の石灰岩ができた時の内部構造はほとんど、残っていい。ちなみに、カルシウムは40%含まれている。スカルンと呼ばれる、金属鉱床を伴うことがあるほか、稀に化石を内包することもある。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。